トマベ知識認定コーチの西村です。本日はコーチ真由美のおすすめ映画のその6です。その6、おすすめしますのはスターウォーズ&スタートレックです。結局なところですね、アファメーションするときに自由に発想した方がいいんですよ。そしたらアファメーションがやってることは未来記憶を作ることなので、今あるリソースや自分の能力で物事を考えちゃいかんのですよ。ってことで、皆さん頭の中に良質な SF ぶち込んでくださいっていうことで、スペースオペラ見てくださいよ、スペースオペラっていう理由でスターウォーズのシリーズとスタートレックものをおすすめします。どの順に見ればいいのっていうのはこだわらないでください。新しいものから見りゃいいんじゃないですかっていうお答えをしときます。私これ他のコーチにどんな映画おすすめって聞いたんですよね。そしたら男性のコーチが、そんな映画のナンバリング考えたことないって言われて、おすすめスターウォーズかなって言われましたよ。だってどの映画もいいじゃんって言われたんですけど、コーチ真由美ね、それあなたの女性の趣味と一緒でしょ、浮気者って言いたくなったんですけど、スタートレックは実はトマベチ博士も大好きなんですよ。こういうスターウォーズってストーリーとしてはヒーローズジャーニーって言われる英雄ものの典型なんです。スタートレックはヨルダンの国王なんかも好きな SF ものの典型です。そういうみんなの常識的なものをちょっと押さえとかないとですね、コーチングの例え話でああれみたいなのがちょっと腹落ちしにくくなるので、そういう意味でもぜひ見てみてください。